ウィーッ、いやー、刹那圭介だよ。さて、今回は探検パートです。探検パート。ちゃうな。事情聴取パートでも言おうかな。弾丸論破で言う、なんか、なんだろうな。探索があるやん。学級裁判始める前の探索のパートがあるやん。そのあたりに入るかな。ライト2、やっていきたいと思います。エフィーナは寝てる。一人で頑張る。この部屋はいつも一人、いや、誰もおらんよな。一人じゃないわ。一人って言うたらあかんわな。この人もまだ戻ってなくて、戻ってなくて、この辺には人がおらず、ここは誰がおるか？てか、よく考えたら、ここら辺に飛んどったなんかは、何者かっていうか、何か、生き物かすらわからんけど、何か飛んじゃったけど、あいつらどこ行ったん？エフィーナがすごいスルーしとったけど、気になるんやけど、あれ嘘かと思ったら嘘ちゃうんかいな。嘘だったら食ってるはずやけんな。ここ誰もおらんとこだったかな。あ、ルーカスの部屋だったんこれ。あ、ルーカスの部屋だったんだこれ。じゃあもうこれ幹部の部屋みたいな感じじゃないな。幹部。幹部っつか先輩って言うたら、いいかわからんけどさ。ルーカス、お前大丈夫か？起きとって。記憶がすっぽり抜けてるからさ。なんか少しもう、少しもぞもぞってした感じ。よく噛むな、今日は。気持ちにはなるな。まあ、飛ばしてもた、ごめんなさい。女の子がなんちゃらなのかだなって言ったけどさ、あんまりいいこととは思うので飛ばしてもいいような気がするけど、まあいいや。他に消したい記憶の方がいっぱいあんのにな、そっちも突然消えねえかな。あ、そんなにお前、女の子に対して無礼なことしたんか。それはさ、マスターになったらさ、ムチ打ちとかさ、絞られたりとかするけん、やめとけよ、お前。やめとけよ。で、この人。この人の名前全然覚えてないんよな。もう通称足と尻が綺麗なお姉さんしか。まあ綺麗に、え、綺麗ねえね、綺麗ねえ、綺麗、え、読みにくいけんやめとこう。なんで名前だったっけこの人。まあパイオツ姉さんって読んだらさ、視聴者さんがすごいさ、反感くらいそうやけんさ、なんか名前つけなあかん。あ、そうか、これこの人初めて見たけん、ブラックジャックみたいな髪型しとるな、みたいな感じに言おったけどさ、ジャック姉さんにしとこう。ジャック姉さん、勝手にジャック姉さんって名前をつけとこう。つくまでにこの人の名前どうにかして思い出さなな。何か大変なことになってるみたいね。そのことについて何か知っていることがあれば伺いたいのですが。あら、誰かに頼まなかったのかしら。はい、ルーカスさんがこのままではやばいと。絶対言わなそうな言葉だな。ルーカスが絶対言わないことやな、これは。今日は施設もお休みなので、それで僕も手伝いよ。なるほどね。来たばっかりで巻き込んじゃって。ごめんなさいね。おーわ。ちょっと、いちいち抱いてもいいんだったら、ごめんなさいなんて言葉を言わないでくださいよ。いちいち抱かせてくれたらチャラですよ。でも、今は少し片付けないといけないことがあるから。あ、そうなんじゃん。てか、この人何の役なんだろう。ルーカスがあの酒場のマスターですか、酒場のまあ店主みたいな感じだろ、まあ、マスターだろ、この人何の役。ああ、この酒とか運ぶタイプのウェイターってやつや。ウェイターみたいな人なのかな、この人って。わからんな。もう少し後で来てくれるかしら。はい、作業中、失礼いたしました。何の作業しようんじゃこの人。なんかカードの前ってことはさ、ギャンブラー的なことしようんこの人。すごいな。だとしたらすごいな。マスターさんももう一回話しとかだな。どうしました。本日は施設も開放してないので、町の方へ降りて買い物をされても大丈夫ですよ。あ、行けるかもしれんのじゃ、それじゃ買い物の方に。いえ、僕は大丈夫です。それよりも、ルーカスさんのことで何か分かることはありますか。ルーカスについてですか。ふむ。あの男の女癖の悪さは、もう、うすうすとは理解いただけてるようですが、昔からああでして、そのトラブルで支えそうになったこともよったよった数えきれないほどあり、まったく何系、おっと失礼、滑稽な話でしょ。何お前、たびたびさ、なんか二刀の言葉があったらさ、あの処刑人の方の言葉使わんといてほれる。お前今も処刑人ちゃうんやで、お前マスターなんやで。付き合っている女性にも、女性もおるんか。え、今もおるん、ルーカス。あいつ、浮気に見られたらおしまいやぞ、お前。そりゃ刺されるわ、引っかかれるわ、吊されるわ。
そのお付き合いをしている女性というのは、うちの従業員オリビアです。あの赤いドレスの蛇の女性。まさか足とおっぱいが綺麗なお姉さん、通称さっきジャック姉さんって呼ぼうと思った人ではオリビアさんっていうのあれ、いきなり名前出てきたよ。願ってもないチャンスだったよ。え、てか付き合っとん？オリビアさん、ルーカスと付き合っとん？なんであんな男のどこがいい？俺と付き合って。あの胸の大きい人か。ほら見てみ、春だって胸の大きい人で通っとんじゃないか。名前ようやく教えてくれた。オリビアさんな。そのルーカスさんとオリビアさんの仲はうまくいってるんですか？まあ彼女は嫉妬深く、他の女性といるところを見れば不機嫌になったりしますが、ルーカスは彼女の見えるところではあまり別の女性との絡みはしないようにしていましたし。ちゃんとしたんやな、ルーカス。そこは私は覚えている限りでは特に大きな喧嘩をしていたりはありませんでしたね。まあ胸より床は大きい喧嘩はないんだろうけどさ。うまいだろ。全然うまないわ。そうですか、ありがとうございます。解決するといいのですが。そうですね、僕もできることがあればお手伝いします。来て早々巻き込んでしまってすみません。また何かあれば。はい。オリビアと恋人の関係か。もうこの件に関してもうっすらと見えてきた気はするが、まだわからないことがあるな。本人に話を聞きに行くか。なんか今の時点でさ、オリビアとルーカスが恋人関係ってことはさ、ルーカスとの関係、ルーカスがオリビアと仲良くしとんを嫌に感じ取るもう一人の女がおって、そいつがあんな目にしたっていうんは、なんか流れ上正しいように見えてきてしまうんやけどな。どうしても流れ上正しく見えてきてしまうんやけどな。その容疑者を探さないかんみたいに感じの話になってきてしまうよけどな。どうなんだろうな。なに？すいません、少しお話をいただき伺いたくて。ああ、私今なら大丈夫よ。私が分かることなのね。そのルーカスさんとお付き合いされていると伺ったのですが、これは本当でしょうか？あら、そんなことまでもう聞いてたのね。ええ、そうよ。ああ、また飛ばしてもた。なんか飛ばしてしまうんですが、すみません。なんか数年前みたいな、数年前から付き合ってましたみたいなことが出てたな。ルーカスさんは随分と女癖が悪いですよね。まあそうね。でも私はそこまで責めるつもりはないわ。いい女の人だ。男のダメなところをさ、ちゃんと見てくれるっていう、見た上で愛してくれるタイプなんやな。だってその部分も含めて彼なんですもの。いい人や。こんな女性がおったら俺どんだけ好きになることか。知らんけどな。知らんけどね。昨日の夜中は何かされてました？いいえ、お仕事の片付けをしたらすぐに寝たわよ。そのはずなんだけど、みんな一部の記憶がないって最近言うから私も不安だわ。ルーカスだけでない。ルーカスだけでなくて他の人も記憶失っとんだよ。なんかあるぞこれ。唯一記憶失ってない人間がおったらそいつが怪しいぞ。最近多いということですか？そうね、最近は特に記憶がなくなることが多いわ。お客さんにもそういう人が複数出ているしね。マジでお客さんまでターゲットにされてる。何かあるぞこれ。それはいつ頃から？あの子がここに来たくらい、来た時くらいかしら。ちょくちょくこういったことが起こるようになったの。あの子ってルーカス？前の彼女が、前の女がさ、恨みを晴らしにここまで来たっていう話がすごい、なんか理にかなってるような話になってきたんやけど、大丈夫かな。それから嫌なことを忘れられるってことでお客さんが増えたりもしたけど。あ、そういうプラスに考えてくれるお客さんおったんや。やったじゃん。営業良かったやんやな。なるほど。他に何か聞きたいことはあるかしら？いえ、今はもう大丈夫であります。そう、また聞きたいことがあればいつでも聞いてね。はい。もう一回ルーカスに話しかけてみたろうって思って、おっと、ここでちょっと シンキングタイムが始まるか、誰が犯人かなみたいな、なんかややこしいことになっていってるな。調べてる途中に俺も記憶こっそり持っていかれたら最悪だな。ありうるなこれ。その俺ありうるわ。ああ、くそ、
今回は少し面倒なことになりそうだな。あ、エフィーの方に行ったな。朝だ。パパはいない。探しに行こうかな。まだエフィーナの単独パートが始まる。あ、あ、これケーキさんか。あ、隊長さん。あ、え、隊長さん、前回のパートに、前回のパートが前作におった隊長さんで生きとったん。え、お前バンパイアにやられたんじゃん。バンパイアつうかキースにやられたんじゃなかったん。え、1メートル止めたんじゃ。ああ、そうなんじゃ。生命力高いんだろうな、ドラゴン。おや、久しぶりに、久々に会ったな、お嬢さん。あ、これ、この通貨見始めた人に紹介しておきますと、あの、前回の、あの、ライト1の方で、あの、出てきた、街にヴァンパイア事件があって、そこの事件に、の街に、あの、訪れたケイキさんの隊長さんです。前回のパートで、キースことを、まあ、ヴァンパイアの血を引き継いだキースがあの隊長さんのことを殺したように見えたんやけど、殺したようなシーンがあったんやけど、てか、殺したみたいな倒れ方しとる隊長さんがおったんやけど生きとったんやな。よかった。隊長さんがいるってことは誰か死んじゃったの？いや、今回は別件だ。別件？ああ、それってシャンプーとかボディーソープとかの代わりになる四角いやつ？それ石鹸な。ここにドラゴンがいるという噂を聞いたのでな。ああ、あの子じゃ。あの名前忘れた。名前話してくれたか分からんけど、あの羊のやつやな。羊っぽいやつやな。確かめるために私たちも同行したんだ。そっか、じゃあ忙しいからお話できないね。用事が済めばまたいろいろと話をしてあげよう。やったー。君が出てきた隣の部屋、ここはマスターと呼ばれる人に一時的に貸してもらっている。あ、誰も、誰かわからん、誰の部屋かわからんと思ったら、隊長さんの部屋になるんだ、これ。ああ、そうだ。ブレッドは部屋にいるから、言えば少し遊んでくれるかもしれないな。ああ、副隊長さんの方もおるんじゃ。ブレッドさんは一緒に連れて行かないの？ふむ、少し問題があってな。お？どうした？ブレッドさんここに来るたび、来ると思って来たらもうすぐに暴れ出したんか。どうした？しかし今回は凶悪な殺人犯がいるわけでもないからな。今は待機してもらっている。へえ、そっか。それでは失礼する。誰も死んでないって言ってたからパパも大丈夫だよね。なら遊ぶかな。わーい、あーるー、あー、副隊長さん。お、久しぶり。久しぶり。あ、髪型変わったか。え、こんな髪型だったっけな。なんか女性っぽい髪型になっとるけど。ああ、君か。久しぶりだね。おはよう。お話ししたい。隊長さんは今忙しいからブレッドさん話ししようよ。そうだな。ここでできることも全部終えたし、いいよ。バン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 。どうして隊長さんと今は別々にいるの？君も今は別々じゃないか。パパね、迷子なの。でも死んでないからいいの。もうスパッと言ったな。大丈夫なの。死んでないからいいのってスパッと言ったな。ああ、引いてる。ちょっと引いてるな、この人。あのマスターと呼ばれる人が無知を持っていただろ。持っとったよ。戦闘なら一緒に生きればバラバラにはできるんだろうけど、そうじゃない時、僕はあれが今でもたまらなく恐ろしいんだ。あ、そうか。ドラゴンとしてなんか虐待を受け負ったんやっけな。多分無知とかで撃たれて調教さえ寄ったんじゃ、多分。そういう過去があるんやな。無知にいじめられたの？まあそんなところさ。私もデコピンにいじめられるからデコピン嫌いだし怖いもん。それと同じしたらあかんと思うな。レベルが違うから。レベルが。あいつはそんなことをするのか。ひどいな。でもいつか私がデコピンより強くなって倒すから。デコピンを一種の敵扱いしてるのが可愛らしいところ。ブレッドさんもいつかムチを倒せるよ。そうだね。なるほど。僕ももっと頑張らないとな。
でも、ブレットさんにはもう強いよね。その、モヤモヤとかから、なんか、ブワーって感じるもん。というオーラやねん。どんなオーラが見えとん。ああ、少しわかりづらいが、これは僕の羽や角と同じものだ。へえ、そうだ、私もね、自由に出せるようになってきたんだ。マジで？おお、おお、おお、すげえじゃん。え、フィーナすげえじゃん。もう力の使い方が分かってきたのか。早いな。うん、でもずっと出してたらすぐに疲れちゃうんだ。ブレイドさんは疲れないの？ずっと出してるんだよね。昔からこうしていたからな。ずっと出していれば反撃もすぐにできる。僕は完全に力を扱えるから出しっぱなしにしているけど、力が不安定なために出しっぱなしになるのはとても危ない状態だ。そんなことあるの？ああ、暴走する可能性もある。あのマスターと呼ばれる人と一緒にいた男の子、危ないかもしれない。え、ルーカスのことちゃうんそれ？あ、男の子だっけ。ドラゴンの子の方かな。あ、ってことはドラゴンかどうかはさておき、なんかドラゴン並みの力があるってことは分かっとんじゃん。すごいな。あの子ドラゴンだよね。でも羽がなかった。力の制御はできなくて、ああいう風に角だけ出ている状態なのかもしれない。あ、ドラゴンってこと分かっとんかい。あの子がドラゴンってこと分かっとんやな。それとも無意識に力を使っているのか。無意識？え、ってことはさ、いろんな人から記憶が抜け落ちとるってさ、そのドラゴンの羊の男の子がさ、無意識に力を使っとってさ、それで失ったもんってことかもしれんのか。分かってきたかもしれませんよ、視聴者さん。そうと決まったわけではないけど、あの子はドラゴンだと思う。ああ、分かってなかったんや。え、なんだ、ドラゴンって分かってなかったんか。うん、ドラゴンやけどさ。僕が行ったところでは、時は寝てたから、話は聞けなかったけどね。分からないことばっか。もう、クソみたい。エフィーナちゃん、クソみたいとか言っちゃダメだよ、女の子がさ。そんな言葉、どこで覚えた？パパが何かわからないときよく使ってる。意味わかってないんかよな。ふむ、あいつはやはり一度やつだけにすべきだな。え？あ、隊長さん戻ってきたか。 お疲れ様です、隊長。な、できれば早うセーブさせてほしいんやけど。ちょっとこのパート長なり始めようんやけど。隊長さんだ。マスターという人は、あの少年を人間だとガンとして主張していたよ。少年の方も起きそうになかったからな。一旦引き上げていた。そうですか。もう忙しくないの？そうだな。少年が起きるまでは忙しくはないだろう。へえ、お話タイムだな。もうちょっといろいろ知りたいな。隊長さんともお話ししようかな。おっと、話せるようになったね。じゃあ今回はこの辺で、時間が迫ってきております。再度来エフィーナの単独パートになっております。というわけで今回はこの辺で。ちょっと懐かしかったね、この二人が出てくるとは思わなかった。というわけで仕上げ。ふぅ、やっとが変わった。